勉強もできないし学校行ってないしバレエしかないので、まあ、そこに全部かけてるみたいな。バレエがやっぱ好きだから。昔は足も全然上がんなかったし体も硬かったし、で久美子さんのレッスン受けてちょっとずつだけど柔らかくなって筋肉もついてきてできることが増えてったので自信がつきました。久美子先生もお手本見せてくれるときにものすごく綺麗でこういう踊り方してみたいって我がノアに入りたいって気持ちが強くなった。できない時にガーって落ち込んじゃったりするのがない。すごい精神力、メンタル、ポテンシャルめちゃめちゃ高いです。アスリートとかも見えてるんだろうなっていうポテンシャルも高いです。なんか前やってたメソッドとは全く違うので顔一つ違うからいろんなことを意識しなきゃいけないからたまに分かんなくなってパニックになっちゃう。お母さんに連れてかれたって感じ。ギャン泣きでした。もうスタジオ着いたら行きたくない、入りたくないスタジオに。言われたことをすぐにできたのかなって。いいねみたいなみなちゃんいいねみたいな。ここ真ん中？真ん中です。顔違くないですか？うん、顔が全然違う。もし今年我がないことになったら寂しいなとかそういうこと言ってないですか？言ってます。もう日本でずっと踊ってればって言ってました。話したい時に話せないっていうのが一番寂しい。いいよ。音でにめちゃめちゃ良くなりました。いいパン、いちいち、いい止まる、いい、そうです。いい、そう。次、そう、今のが真横。止まる、前で止まるよ。 OK、 みんな、みんな見て、コンパスの芯から足がこう綺麗に全部の方向にこう行きたいの。みんな1、E って感じなの。わかる？1、
いい、ここにいくらアクセントがいって1いいってもここに持ってこなきゃいけなかったとしても1ちゃんとここ通らないと綺麗じゃない。1いいそうだけどちゃんとそれを音の中に1いいそう分かった、そう分かった、全然違うよみんな顔そういいよ、真横までそこだ止まる、いいにいいさそういいがあるのよし1いいそうでいいで伸びていくイメージにしてごらんみんな今後踊りでもいいしそうだ1いいにそう1いいにいいみんな呼吸が入ってきたよ。と、し、い、と、に、い、さ、い、し、い、抜いて、いい、かかと下、右、さ、し、みんなもう一個左かかと前で蹴っていいな。そう、どっちも、そう。いいよ。いいよ。お、アラメスク良くなったこっち。あ、みんなめっちゃ良くなったじゃない。やったの？めちゃめちゃ良くなった。やりゃできんじゃん。めっちゃいいよ。うわー！もう一回やってみ。いいえ、伸びて、綺麗に。いいよ！みんなさ、これ腰抜かしちゃダメだよ。プリーエでしょ？ね、プリしてごらん。プリーエの時に押し、膝伸ばしてくないで。ちょっとハムキュッて入れて、お尻のカムから私のグッと押して、そう、で、もうちょっと押してハム入れて、ハム入れて、そう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 、そうここ入れといてごらん、こいつ抜けるとこうスコーンって抜けるよ。いい、それ入れてフェッチしといて、いい、絶対抜けないから、言ってること分かった？そう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 、はい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 、え、そこに持ってきたらいいよね。振り返った瞬間にゴーンって足上げてくればいいから、振り返る前から足上げなくていいんじゃない？行くよ。みんな、アッサンブレちゃんと使ってもらうし。そう。跳ねてね。いいって感じもらう。いいか。イーカーラライーパイーパイーライータ、そう大げさにイーを感じて 体現して、そう全然違うよみな5番前。かかとした最後。
あんまり思うようにできなかった。不安はあんまりないですけど。あ、そうなんですね。ただ練習するだけ。今までやってきたのを全て出し切れるように、全部ポーズを完璧に仕上げて臨みたいです。はい、じゃあ皆さんお疲れ様。